今回はオーブントースターで焼くだけ簡単、焼きキャベツの香味ソースかけの作り方を紹介します。焼いて甘みが増したキャベツに甘酸っぱい香味ソースをかけると癖になるうまさです。おつまみやもう一品欲しい時におすすめですよ。それでは作っていきましょう。キャベツは真ん中の柔らかいところを用意します。キャベツは芯をつけたまま幅 2-3 センチのくし切りにします。芯の中心は少し硬いので軽く切り落としておきます。これを4切れ用意しました。材料はキャベツ4切れ、ニンニク生姜各小さじ1です。香味ソースを作ります。砂糖を大さじ1入れます。酢を大さじ1入れます。醤油を大さじ2入れます。味の素を少量入れます。中国醤油を小さじ半分くらい入れます。なければたまり醤油を入れるか普通の醤油を入れてください。ごま油を少量入れます。よく混ぜ合わせておきます。ニンニク、生姜も入れておきます。天板にアルミホイルを敷き、キャベツを乗せます。軽く塩とごま油をかけておきます。これをオーブントースターで10分くらい焼くだけです。このくらい焼き目がつけば OK です。香味ソースを温めます。一度しっかりと沸かせば OK です。焼きキャベツにタレをかけます。これで焼きキャベツの香味ソースかけの完成です。超簡単でめちゃめちゃ美味しいのでよかったらお試しください。今回はシンプルにキャベツだけにしましたが、ブロッコリーや人参、レモン類などを入れて焼いても美味しいですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。